ナンバーワンのデザート。アロハハワイの今をお届け、マハロハワイ。本日は私、あさこがお送りします。ホノルル快晴です。いいお天気です。私も今日はヘアカットに行ってきて、結構軽くなったので、気分も、すごく乗ってます。そして私が今日着ているのは、老若男女どなた様でも、楽しむことができるカハラモールに来ています。何でも揃う大型モールのカハラモール、ファッションにグルメ、楽しみが満載で本来の目的を忘れちゃいそうだな。落ち着いた雰囲気のカハラモールで、本日私がお伺いしたいと思うのは、こちら、カルフォルニアピザキッチンです。カルフォルニア発祥のオリジナリティあふれるピザ、現在250店舗も展開されているということです。どんなお料理が食べれるんでしょうか。早速行ってみたいと思います。マハロハワイ。マハロハワイ。こちらがカルフォルニアピザキッチン、カハラモール店さんです。開放的な店内は光が差し込んでいて、とても明るい印象ですよ。お客さんも会話が弾んでいました。店内にはたくさんのセレクトされた写真が、カリフォルニアやハワイなどたくさんの写真が飾ってあります。バーカウンターにはこれまたたくさんのお酒が並んでいるので、気分に合った飲み物を注文してみてくださいね。こちらはオープンキッチン部分で、次々に出来上がった料理が置かれていきます。皆さん手際がいいので、見てても楽しくなっちゃいますよ。メニューはご覧のように日本語メニューがあるので、安心して頼めますよ。さあ料理が到着です。今日は人気メニューを揃えましたよ。フレッシュストロベリーマンゴクーラー、オリジナルバーベキューチキンピザ、一番人気のバターケーキに、ワイルドコートセサミシェアドアヒとポケチョップチョップサラダです。それではまずフレッシュストロベリーマンゴクーラーから飲んでみます。イチゴ入ってます。すごい爽やか。見た目が綺麗で可愛いですね。名前の通りフレッシュで爽やかな気分になります。炭酸が効いていますね。はい、もうちょっとアイスクリームが溶けてきちゃっていけないんで、先にデザートからいっちゃいます。これはバターケーキです。めちゃくちゃ美味しいんですって。こちらの、レストランでナンバーワンのデザートということで、私も今まで食べたことないんでちょっと楽しみです。いただきます。ケーキが温かいので、温かいうちに食べてみます。ケーキの生クリームらしく、あっさり系でアイスと一緒に食べてもしつこさがないです。ケーキがしっとり系なので、口の中でちょうどよく溶け合うから、2口目、3口目と止まらなくなりそうです。こちらのワイルドコートセサミシェアドアヒもいただきます。こちらは今のところハワイ限定みたいですよ。肉厚のアヒが新鮮で噛み応えがありますね。ごまや野菜の椎茸などがアヒの良さを引き立ててくれています。でこれがフェロっていう、イタリアの穀物だそうです。これも人気なのが分かりますね。でこちらが、人気の、バーベキューピザです。すごくいい香り。コリアンダーやベーコンが乗っているお店オリジナルピザは、味もさることながら生地がもちもちしていて最高です。チーズが良いアクセントになっていますよ。チーズがすごく美味しい。このおっとしています。そしてこのチョップチョップサラダ、チョップチョップされたサラダは山盛りです。マリネされたアヒにキムチやキュウリ、チンゲンサイ、ルッコラといったさまざまな野菜が使われています。噛めば噛むほどたくさんの味が楽しめるサラダですよ。カリフォルニアピザキッチンさんはとてもたくさんの店舗数を出店されているクリエイティブなお店です。
味にバリエーションがたくさんあり、新メニューもよく出されていたり、お野菜からピザ、デザートと種類も幅広いのに、どれも美味しい人気メニュー、いつ来ても楽しめるお店です。皆さんもどうですか？それではマハロー。はい、ごちそうさまでした。ということで、カリフォルニアピザキッチン、カハラ店に行ってきました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ちょっと今日は時間をずらして、3時くらいに行ったんですけども、店内はいっぱいでした。さすがの人気の、カリフォルニアピザキッチンカハラ店です。こちらはですね、和洋中などいろいろこう混ぜた、食材でいろんななんかこうクリエイティブなものが食べられるので、結構他では本当に食べれないオリジナリティあふれる、お食事ができるレストランです。お子様のメニューもたくさんあって、こちらもクレヨンとかくれて、結構迷路とかおもちゃじゃないけど、そういうのついてるので、お子様連れも OK だし、そうですね、カップルで来てもいいし、一人で来てカウンターで、ちょっと飲みながら食べてもいいかなっていう感じなんですけども、そうですね、ハッピーな気分になりたい方は、ぜひこちらのレストランに、ぜひ行ってみてください。スタッフの方がいい方ばかりなので、明るいすごく楽しい気分になれると思います。ということで今日は私朝子がお送りしました。またお会いしましょう。マハロー。